日本は飯がうますぎるのであの日本の料理美味しすぎる問題っていうのがあってたまたま今日はの Twitter で見たんですけど「人間が生活している時にどんな時に幸せを感じますか?」第1位っていうのがまあいろんな国が大体台湾と日本以外が第1位性行為なんですよ。まあまあまあそうですよねと。 親しい人との、なんか、あの、幸せな時間みたいなのが第一位で。で、ま、基本的になんかその他人との接触がその人生にとっての幸せ第一位なんですよ。他の国。で、あの、輝く日本、幸せ第一位何かっていうと、美味しいご飯を食べてる時なんですよ。ちなみにあの、性行為をしてる時の幸せは日本は5位らしいので、だいぶ低いんですけど、なので、その、日本のご飯が美味しすぎるせいで、日本は性行為がつまらなくなってるという説明が成立するんですよ。いや、他の国は、飯がまずい のでなんか性行為とかで幸せを感じてるけど日本は飯がうますぎるので性行為が後回しになるんだよなので日本の飯ってめちゃくちゃうまいんだよっていう説明できる結果になってるんですよねアンケートのあの構造上